ただいま天空の古戦場の地下9階です。じゃあ行きましょう。あれ、パスタの娘がいるぞ。はい、こんなとこで、え、あら、あんなとこに、なんかどこまで行くんだ。あら、逆向きじゃないか。あれ、どこ行った。こんなとこまで呼び出して。はい。緊張しなくていいのよ。力を抜いてリラックスして。まあ、すっごい筋肉。ずいぶん長い旅をしてきたのね。大丈夫？きつくない？我慢できないなら遠慮なく言って。よし、できたわ。はい、目を開けていいわよ。何？何？あら？吊るされる？え？バンジー？バンジーか、もしかして。ガッツで飛ぼうぜ、気分はヘブン。レッツパフパフカウントダウン。スリー、ツー、ワン。バンジー。うわ。パフン。パフパフ。パフ。なんだこれ。パフン。パフパフ。パフン。こんな音するのか。パフン。パフパフ。なんだこれ。天空のパフパフ。うわ。パフン。パフパフ。パフ。なんだこれ。パフン。パフパフ。パフン。こんな音するのか。パフン。パフパフ。なんだこれ。わかりました。じゃあ戻りましょう。地下9階。なんかいる？何が大丈夫なのかわかんないから、こいつ倒しとこうか。参りましょう。もしかして、はぐれみたいな。よし、来た。配信が来た。戦ってよかった。波動は我にあり。あらら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 らうん、上出来だ。おお、3万ポイント。よし。嬉しいわ。強くなれたみたいです。じゃあ、俺こぼれた。よし。ベホマ。あ、ここははぐれメタルが出るから、はぐれメタル強化。出るからレベル上げには持ってこない場所ですね。天空の古戦場の地下1階ね。これ螺旋になってるから一番上からずっと降りてこれるんじゃないかな。地下9階から、あ、ここだ、ここだ。 あ、 あったあったあった。牢屋の鍵開かないよね、どうせね。なんか何が見える？何かが見える。また後で来るのか。これ上上がっていくか。途中抜けてたもんね。これいけるのか。あ、こ
ここだ、ここから行くんだ。さっきのあの、ヨッチがいたとこだ。宝箱あった。地下8階ね。リンネンの盾。地下8階からこの8に、ヨッチ先に宝箱があるんだ。これあった。あ、ヨッチもいる。ヨッチはちょっと別の動画でね。時の水晶か。ここですね。あのさっきの壁の向こう側ですね。まあ狭くなってる。また螺旋に戻ってきたよ。あ、史跡の眠る地へとなってる。地下6階に来ました。こっちだ。地下6階から行くんだね。史跡の眠る地。1階、地下9階まで降りて、下から上がってきて、地下6階。さあ、史跡の眠る地へ。この先か。地下5階まで来た。あれか？これか？これだ。これが先代勇者ちゃんが手に入れてた鉱石なのかしら。勇者の剣といえば。おいおい、多分尾がつく。ひょっとしてこいつは。尾がつく石だ。鉱石だ。神ちゃん、どうしたの？すげえぞ！こいつは各地に伝わる財宝伝説に登場する、いにしえの神の金属、オリハルコンだ！オリハルコン。なんと、オリハルコンじゃと？わしも文献で目にしたことはあるが、この鉱石がそうじゃというのか？ドラクエシリーズおなじみの鉱石です。間違いねえ。お宝のことなら、俺の専門だ。世界で一番珍しい貴金属としてマヤからも散々聞かされてるしな。まさかこんなところにあるとはな。このオリハルコンを鍛えればとんでもねえ剣が作れるはずだぜ。あ、そうか、それが勇者の剣か。オリハルコンを手に入れました。綺麗な色。これで新たな勇者の剣の完成にまた一歩近づいたってわけだ。さあ、次の場所に向かおうぜ。さあ、戻りますか。今回はこの辺にしときます。次回をお楽しみに。よし、次はサマディ王国へ行こう。サマディ城下町で。パフンパフ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 ンパフパフパフン。こんな音するのか。パフンパフパフなんでこれ